どうも、片梨一郎です。中森大です。今回お話しさせていただく映画は、2008年の香港映画、ローガ・ライジングフィストでございます。初めて聞いた。狼の牙でローガ。ほうほう。ライジングにフィストでライジングフィスト。ほうほう。どうですか、大ちゃん。なんすか？何のジャンルの映画だと思いますか？まあでも戦う系でしょ。大ちゃん、正解です。他ねえやん、このタイトルで。僕の大好きな殴る、蹴る、回るがいっぱい詰まったゴリゴリのアクション映画でございますよ。ほんとアクション映画のタイトルっていいですよね。意味はわからんがかっこよさは伝わる。それでよし、みたいなですね。なるほど。ちなみに、この映画の現代はレジェンダリーアサシン。英語の全くわからない僕にも意味がわかる。伝説的な、殺し屋的な、多分この映画かっこいい的な。めちゃくちゃ頭悪い名前の感想。タイトル負けしてない本編のあらすじをざっくりお話すると、香港郊外の島にたどり着いた殺し屋ブルース。島でギャングのボスを暗殺したブルースは、台風の影響で島から出らなくなってしまった。女性警察官ホリーと出会った彼は身分を隠し、ホリーと島の警察官たちと共に生活することになる。つかの間の楽しい時間を過ごしたブルースだったが、島に殺されたボスの手先とブルースを追う警察隊が押し寄せてきた。組織と警察から追われるブルースはどうなってしまうのか、そしてブルースの真の目的とはって映画なんですが、今のあらすじ聞いただけで、はいはい、孤独な暗殺者が時々見せる寂しそうな顔にキュンとくる系の映画ねと思ったそこのあなた。全くそう思わんかったけど、そんな感じなんか。もうまさに正解です。お、大正解です。なんですが、この映画、そこら辺の暗殺者寂しい顔キュン映画と一緒にしたらいけないんですよ。そこら辺にそんなジャンルの映画あるか。大体この手の映画って実は強いんだけど、周りに悟られないように自分の能力隠し気味じゃないですか。まあまあ、なるほど、確かにそうかも。目の前で人が襲われても関係ない的なですね、なんか自分の中の人間性を刺激してきたヒロインとかが襲われて、ここぞって時に感情爆発して戦うイメージっていうか。確かに。しかしブルースは違いますからね。誰でもぶん殴るんですか。島から船が出ず、島の中を歩いていると、たまたま出会ったホリーに島で唯一の食堂に案内されるんですね。そこでご飯食べてると、荒くる者たちがホリーを襲うんですよ。ブルース少し考えますが、すぐその荒くれ者たちと大立ち回り。映画始まってまだ数十分ですからね、一食一飯のオンと言いますが、それにしても早いと思いませんか。この流れは映画半ばか後半に撮っておくやつじゃないかいと、少し焦りすぎじゃないかいと、なぜブルースは出し惜しみしないのか、なぜ数分前に出会った女性のために危険を犯したのか、なんか理由があるの。それがですね、くるくるキャッチに理由があるんですよ。何そのちょっと頭悪そうなゲームっぽい名前。大ちゃんは壁ドンってわかりますか？ああ、わかりますよ。少女漫画とかで入っちゃったあれだよね。そうです。恋愛映画や少女漫画では男女が恋に落ちる瞬間、二人のキュン度が最高潮に高まる瞬間に行われる聖なる儀式、壁ドンでございますよ。なるほど。そんな儀式やったんや、あれ。知らんかったわ。他にも、顎食いや床ドンになる儀式も存在すると報告されておりますが、床ドンはただ下の階の住人がうるさかった時の話なんじゃないの？まあ、これらの儀式には二人の間である一定の関係性や時間を必要とするわけですよ。いがみ合っていた二人の距離が最高潮に縮まる瞬間に瞬発的に発生し、当事者はもちろん見る者すらも虜にしてしまうと言われておりますが、どこでやって。この儀式に近い儀式が香港映画には古くから存在していたんですね。香港映画版壁ドンってことね。そうなんです。それがくるくるキャッチ。なんか頭悪い言い方だけど、それでいいのか、その正式名称というか。ブルースは台風の影響で島から出られなくなってしまいました、はい、島を歩いていると木の上から降りられなくなってしまった猫をホリーが救おうとしてるんですね、手を滑らせたホリーは木から落ちてしまいました、ブルースはホリーをキャッチするんですが、ここで出るのがくるくるキャッチ。全身を使い、まるでフィギュアスケートのペアが行うような、女性を抱え込んで自分の周りをくるくる回しキャッチするんですね。この瞬間スロー映像になるのはもう確定演出ですね。どんな甘い言葉をささやき合うよりも、どんな濃密な時間を二人過ごすことよりも、このくるくるキャッチにかなう儀式は存在しないんじゃないでしょうか。あ、その香港映画においてね。正直香港映画の作中でこの儀式が行われたら、ストーリーの流れやキャラクター性なんてもはや全く
関係ない。この儀式が行われた瞬間に二人の恋は始まってしまっていますし、うんうん、永遠の愛は約束されたようなもの、二人の仲を裂くことができるものはもう何もない。なんて素敵な儀式なんでしょうか。そんなレベルなんや。今作のブルースが数分前に出会ったばかりの女性に危険を犯してまで守らなければならなかった理由にもお釣りが来るくらいの説得力になってるんですね。わかる人にはそれぐらい説得力がある演出なわけね。もうまさに問答無用のキュンと言いましょうか。そんな問答無用のキュンに拍車をかけているのが、うん、ジェットリーの後継者と言われ今作の主演を演じているウー・ジンさんでございますよ、うんうんうん、1995年にマスター・オブ・リアル・カンフー第一無限2でデビューし、長ドラゴン・マッハでは大ちゃんの好きなトニー・ジャーさんとも共演し、うんうんうん、ハムナット・トラ3ではジェットリーさんに戦いを挑んで刺されていました。 あの人ね。そうなんです。このウー・ジンさん、ジェットリーの後継者と言われるだけあってアクションが半端ない、うんうん、今作でも殴る蹴る回るその仕草一つ一つが美しい、うんうん、今作の見どころの一つ、ラストの数十人相手に一人で戦い挑む大立ち回りなんですが、とにかくハイキックが綺麗なんですよ。雨の中戦ってるんですが、敵の顔面に蹴りが入った瞬間、水しぶきが美しいぐらい跳ね上がるんですね。ここほんと一瞬なんで探して見てほしいんですよね。まさに芸術的。あと何があって、ウージンさんの顔がいい。あ、まあ、でも確かにめちゃめちゃ男前ですよね。なんだか幼さが残る顔にアクションシーンの気迫あふれる顔と、うん、寂しそうな時の本当にシュンとした感じの時との顔がギャップ萌えなんですよ。そりゃこんな男にくるくるキャッチされたらおっさんの僕もキュンですよ。大ちゃんもキュンですよ。あ、僕ですらといつも通り映画とあまり関係ないところで話してきましたが、うん、とにかく面白いんで頭ポカーンってして見てもらいたい作品なんですけど、うん、最後に一つ、はい、このローガのDVD パッケージの裏側にノンワイヤーノンスタントの壮絶アクションって書いてあるんですけど、それこそマッハみたいですね。本編見ればわかるんですが、めちゃくちゃワイヤーアクション使ってますよね。どういうこと。ただ決してワイヤーアクションとは言ってないよってあたりがなんか僕面白かったんですよ。バレバレなの。もうバレバレですよ。なんか法律に引っかかりそうなレベルのキャッチコピーですよね、それと。まあアクションとは言ってないですから、で今回皆さんに聞きたいのが、あの映画のキャッチコピー面白かったななんですよ。この映画キャッチコピー合わなくないとか、逆に合いすぎて笑えたとかですね、うんうん、もしよかったら教えてくださいってところでお疲れっす。止められねえさ、泣き心のまま俺はスタンピースティルランディスタン、誰にとっても今日こそが人生で残された一番は怪人。